하루가 시작되었다. 이치니치가 하지맞다. 마스크 쓰기를 별로 좋아하지 않는데 마스크와 안마리 스키자나인다 けど 어느덧 습관이 되어버렸다. 気がついたら習慣になってしまっていた。毎日보는풍경、毎日のように見る風景、말할것도없이평범한출근길、言うまでもなく地味な出勤途中。겉으로보기에는변한게아무것도없는것같은데、見かけは何にも変わっていないようだが、세상은지금비상사태이다。世界は今、非常事態だ。コロナバイロス、コロナウイルス。세상에는世の中にはイバイロスルドロサンこのウイルスをめぐる情報、情報、소문、うわさ、예상들이넘쳐난다。予想があふれている。상황은하나인데状況は一つなのに。사람에따라、人によって、기관에따라、기관によって、국가에따라、군인によって、해석하는방법이제각기모두다르다。解釈がそれぞれ全部違う。어느정보를믿어야할지、どんな情報を信じるべきなのか、누구의말이맞는건지、誰の言葉が合っているのか、이제나도잘모르겠다。僕はもうわかりません。확실한것은確実なのは、바이러스를통해ウイルスのせいで많은업종의사람들이피해를보고있다는것과多くの業種の人々が被害を受けているということと지금이순간에도많은생명들이희생되고있다는것이다。この瞬間にもたくさんの命が犠牲されているということだ。マスク잘쓰고다니기、しっかりマスクをかけること、손을자주씻기、手を頻繁に洗うこと、부정확한정보의확산에조심하는것。不正確な情報の拡散に気をつけること。사소하고작은일이지만、사사이で小さな行動だけど、이러한것들이、こういうのが、지금내가세상을위해할수있는유일한일이다。今僕が世界のためにできる唯一なことだ。하루라도빨리사태가진정되기를바라며、一日でも早く事態が収まりますように。